Bueno, que bueno, el fundamento de ellos, que trabajan para el equipo, siguen todo hasta el final. 俺は本人が丸の方にバスにいる選手を呼んでいます。さあ会場の皆さんはどうでしょうか。会場の皆さんもジャイアンツファンですよ、市木さん。もう上の方々まで丸がちょっとバツリーですよ。ここで歌います。では正解は本人に伺いたいと思います。お願いします。答えはバツ。まさかかなりの方がここで脱落ということになります。今一斉に皆さん座りましたよ。これは難しい問題でしたね。僕は思ってるんですけど、まあ、世間一般から見たらまあどうなんかなと思ったんで。なるほど、はい、しっかり状況を見て、はい、こっちにしたと、はい、残ったということで。最後あの増田大輝選手とじゃんけんしてましたけど、はい、あれは何のじゃんけんだったんですか。やっぱちょっと回答が被ってしまったんで、どっちが丸か×かのじゃんけんをさせていただきました。で松原選手が勝って、はい、×を選択したと、はい、いうことで分かりました。幸先いいですね。幸先いいですね。このまま最後までいきたいです。分かりました。もう少し集計がかかる。さあ松原選手、はい、この後ですね、玉入れも昔やりましたね、はい、その次は借り物競争。おお、なるほど、分かりました。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあでは集計結果が白組114人ということで、勝利は赤組です。最初はグー。分かってないですね。いきますよ。大丈夫。いきますよ。最初さん、誰でいきますか。お、赤組は菊田選手が、これキーパーということですかね。ここで選ばれるといいますか、ファンの皆さんもこのタイミングで知るので。なるほど。あ、面白いですね。出ましたよ。ぐるぐるバット。どうやら白組は勝木選手です。10回回っていただきます。結構しっかりめに回るんですね。もう方向感覚が全くなくなっているということなんですね。さあということで、先行白組の1人目は失敗となりました。対するあれ白組は岸田選手ですかね。白組キーパーは岸田選手です。あ、岸田選手、キーパー岸田選手が、あ、先にゴールの前に行けそうです。さあゴールに歩いていく。トラーッと転んだ。ここで岸田選手何やってんだ。ゴールの右隅に決めていきました。立ち上がれなかった岸田選手。
球場にお子さんの声も響き渡っております。これで1対0、先制は赤組ということになりました。さあ次のキッカーは誰になるんでしょうか。菊田選手はこれが2回目のぐるぐるバットです。かなり来てるんじゃないですかね。もう足元グラグラですよ。そうですよね。これは厳しい。一方で増田選手もさあ蹴りに行けるか。速い増田選手、速い。ああただ防ぎました。ナイスセーブ。いやー市木さん、今のプレーどう見ましたか。でしたね。あそこから守りに行けるんですね。赤組の守護神菊田選手が大躍動しています。キック、なんという身のこなしでしょうか。ただ増田選手のナイスセーブ、しっかりとキャッチしています。なかなかゴールが遠い白組です。さあ3人目は誰が行きますか。まずは追いつきたい白組、桑原投手が3人目のキッカーです。かなり身長の高い堀田選手がぐっとこう腰をかがめまして、ぐるぐる回った。さあ先に行ったのは桑原選手、見事、おっと止めた。堀田選手のナイスセーブという状況で、これから3人目のキッカーです。お、重信選手ですか。赤組はキッカーが重信選手、そして白組キーパーは畠投手が出てまいりました。おお、重信選手はさあ中学時代は自慢の脚力でサッカー部にも所属していたという重信選手、シュート力はどうでしょうか。早く終えたのは重信選手だ。早くも PK エリアに向かっている。あっと、輝のゴール。畠選手は間に合いませんでした。畠選手のこの苦しそうな表情ですよ。ちょっと待ってください。今白組のキーパーが畠投手、はい、梅沢さん、はい、大人の人たちが青い顔して出せませんって言ってます。リクエスト失敗です。ということで、まだ一木さん、これやったことありますか。ぐるぐるバット、昔やったことありますね。乃木坂時代。あ、そうです。どうですか。歩けないもんなんですよね。自分が何回回ってるかも分かんなくなってくるので、ああこういう感じでちょっと30回回ってる。菊田選手シュート、左足止めた。決まりません。32対0、赤組の勝利です。200ポイントが与えられます。それでは高橋さん、赤組の勝利チームへインタビューお願いします。はい、では赤組どうしましょうか。せっかくですから重信選手、お疲れ様でした。勝ちましたね。そうですね、ナイスセーブでした。どうでした、ぐるぐるバットは。いや、思ったよりも結構ぐるぐるだったり、ちょっと舐めてました。結構さ、思います。おめでとうございます。2人の激ハツラツとした選手の苦しそうな表情見てください。かなり凝縮されてるんじゃないですかね。勝ったのね、勝った。これセンブリ茶ってよく出るじゃないですか、罰ゲームで。はい、市木さんも飲んだことあります。私飲んだ
ことない。あ、ないですか。実際にどういう味するんですかね。ですかね。まあ、でも苦いって言いますよね、本当に。濃厚ということで。え、あ、乾杯ですか。乾杯という形で配り終えられて。グラス持った。運動会お疲れさん。乾杯。キャプテンの号令で一気に飛び干しました。あーっと久保、これやば。全く姿勢を動かしません岡本選手。こんな苦しそうな岡本選手を見たことがありましたでしょうか。かなり険しい表情ですね。これだけ過酷な罰ゲームも待っていました。ぜひ来年もご期待ください。以上、ジャイアンツスペシャル運動会2022でした。皆様にご案内いたします。この後場内を暗転いたします。この後場内を暗転